やっぱり神道はちょっとやっぱりそういう意味で言うと特別だね。その仏教とも違う、キリスト教とも違う、イスラムとも違う、さまざまな他の宗教とはね、やっぱり神道は違いますね。もう時としてやっぱり宗教とも違うところもあるしね。ここに住んでる方々はこの神社を中心にね、まあ、共同体を作ってるわけですけれども、神社のことを宗教だと思ってる人は、まあ、皆無だね、だと私は思う。共同体の意思決定をするための場が神社ですよ。だから宗教とは誰も思ってないんじゃない。世界中の宗教のね、一番その根底に神道的な考え方があるんじゃないかということをおっしゃる方、僕それ賛成です。やはりね、全てのものにね神が宿るというふうに考えて、それを敬う、そのことから出発する神道的な考え方っていうのは、ね、は素晴らしいと思いますね。そのことをずっと日本人やってきたんですよ。いやー、最近の日本人はやっぱりちょっと僕らが目から見ると、神道を勉強したものから見るとね、不遜だね。あなたそれほど偉いんですか、そんなに偉大な存在なんですか。そうじゃないんじゃないですか。やっぱりもっともっとね、周囲のものについて敬う、そして感謝する、そのことをもっとおやりになった方がいいんじゃないですかっていうふうには思うわな。氏神様と一緒に暮らすというのは、お正月、まあ、例えば初詣に行きます。その時に神様、明けましておめでとうございますと神様にご挨拶をする。初見病、赤ちゃんができました、でこの子がねすくすくと育って立派な子供に育ちますようにって神様にお願いする。それはそれでいいです。でも私はそうではなくって、神様、赤ちゃん生まれましたと、この子を今日から神様の氏子にしてください、お願いをするし、で氏子にしていただいた子が3歳5歳7歳になりましたと報告に行く。成人しましたと、それから結婚をしましたと、でお嫁さんが来ましたので、今日このお嫁さんを今日から氏子にしてくださいと神様にお願いに行く。そういうもんでしょう。亡くなる、何のタレベは昨日亡くなりましたと、これまでずっとお見守りいただきましてありがとうございました。つまり神様とずっと一緒に暮らすんですよ、一生。それが日本人の考え方で、なんか特別なね、力を持った、なんていうかな、超人的な力を持ったね、超越した存在があって、それにこうなんかお願いする、そういうふうに日本人は考えてこなかったね。いつもいつも神様はおそばにいて、その神様と一緒に、むしろ私は最近自分の心の中に神様がいると思って、その心の中にいる神様といつもいつもこう対話をしながら、いつもいつもこう自分を振り返りながら、自制しながらね、そういうふうに日本人って生きてきたんじゃないかなというふうに思いますな。その方が幸せだね。まあね、人間っていうのは幸せにならなきゃダメ、まあ自分で考えるんだ、自分で考えてやっぱりこうあるべきだろうと思って、それを信じて自分で行動していく、それが日本人の考え方で、でそれを行動して周りの人からね、それ違うよって言われたら自分を直せばいいし、そういうふうに考えてきたんじゃないかな。だから、まあ、西洋的な考え方だとね、教えっていうのがあってね、まあ、ある意味ルールですよ。これは A は B ではないっていうルールね、それを守りなさい、教えを守りなさいでしょ。そういうことは日本人は言わないんだな。自分で考えない、で自分でいいと思うことをしなさい、でそのことで周りの人に認めてもらえたらそれでいいんじゃないですかというのが日本の考え方でしょ。いいことじゃないですか。本当だよね。もう法律とかね、ルール、そういうものはね、ないのが一番いいんですよ。それでうまくいくのが一番いいんですよ。うまくいかないからルール作るわけでしょ。まあ人としてあるべき姿というのを日本人は何度も繰り返すけれども、求めてきた民族ですから、そのことはもう一度取り戻してほしいですな。残念だよね。まあでもできると思いますよ。